共産党宣言、共産党宣言、共産党右宣言、または共産主義者宣言とは1848年にカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって書かれた書籍。マルクス主義者による共産主義の目的と見解を明らかにした最初の考領的文書とされている。2013年6月、資本論第1巻の初版とともに国際連合教育科学文化機関。 ユネスコの世界の記憶に総工が録された。正義者同盟、別役後、義人同盟は1836年にパリで生まれた亡命ドイツ人を中心とした組織である。エンゲルスはドイツにおける社会主義という論文の中で、正義者同盟はフランスの革命家であるフランソワのエルバブーフ以来のユートピア的な共産主義の伝統を引くもので、 在家全体を共有することや秘密結社としての色合いが濃かったことを回している。同じく、エンゲルスの解雇、共産主義者同盟の歴史に寄せてによれば、マルクスとエンゲルスは、この組織に後から接触し、同盟の首脳部も全欧州に同盟員を持つ組織に発展する過程で秘密結社的バブーフ的な共産主義結社からの脱出を模索していた。同盟の首脳部幹部、 具体的には、カール・シャッパーは、バイトリング派に抵抗するため、当時孤立状況にあったマルクスとエンゲルス提携することを決断。シャッパーは、マルクスたちに加盟を進め、同盟の危機的状況を打破する、理論的宣言を執筆するよう依頼した、1847年、秋。1847年6月の第1回大会では、共産主義の心情表明が、 暫定的な考慮草案として採択される。共産主義の心情表明は、全文がエンゲルスによって書かれており、初期のビルヘルム・ボルフと議長シャッパーの署名がある。共産主義の心情表明草案は22の問答体形式で書かれたが、同盟のブリュッセル藩でも賛成が得られなかった。またモーゼス・ヘスは、上記草案の修正案を提出する。エンゲルスはこれを、 徹底的に批判、同盟より真相案の作成を一任される。このため、エンゲルスは再び10月下旬から11月にかけて、問答体の草案を書くことになった。これが、いわゆる、共産主義の原理である。以前の、共産主義の信条表明草案が22の問答形式で書かれたのに対し、その後に書かれた、共産主義の原理は25の問答になっている。 ハットリ・フミオの論考によれば、これらのエンゲルスの手書きの草案以外に、新たな別の案が作成されていた可能性がある。6月の第1回大会の半年後、同盟の第2回大会が1847年11月29日から12月8日にかけてロンドンで行われた。これにはマルクス、エンゲルスも出席している。エンゲルスは、 大会直前の1847年11月23日付の書簡で問答形式をやめ共産主義者宣言という題にする方が良いという趣旨をマルクスに伝えた。それに対し同盟幹部は1847年11月の組織再編大会で採択した規約において党の名のもとに宣言を発布するとしていた。ところがヨーロッパの革命的情勢が ますます切迫したものになっていたにもかかわらず、マルクスの宣言執筆は父としていた。そのため1848年1月25日付の共産主義者同盟中央委員会、ロンドンからブルッセル地区委員会、マルクスであるに当てた通信1月24日の中央委員会決議では、マルクスに対し進行量となる宣言を2月1日までに、 ロンドンに発送するように督促している。マルクスは、なんとか1月に、考慮案を脱行し、その後ロンドンへ発送。翌月21日、カール・シャッパーの公閲を経て、ロンドンで印刷、発行された。この時に著者名が付けられていないのは同盟の、方針である。また、共産主義者同盟の中心者は上実のように、マルクスではなく、カール・シャッパーと、 その反対派の急先鋒、ビルヘルム・バイトリグであった。したがってこの文書には、マルクス、エンゲルスの思想とは別に、共産主義者同盟幹部たちや職人革命家たち、バイトリング、シャッパー等の政治的見地や社会的意識が反映している。このためマルクス研究者の間では、この文書は厳密な意味では、マルクス自身の著作ではないという見解もある。 後年、共産党宣言が何度も再反された時に、マルクスもエンゲルスも、辞書、教書として、これを扱い、序文を書いている。本書は次の四つの章からなる。エンゲルスは、本書の全体像について、1883年のドイツ五番序文の中で、宣言を貫く、根本思想として、以下の書店を挙げた。なお、マルクスにもエンゲルスにも、 経済的土台を上部構造決定の唯一の契機とする考え方はない。宣言冒頭の有名な一文、ヨーロッパに幽霊が出る、共産主義という幽霊であるは、ローレンツ・フォンシュタインの著作、今日のフランスにおける、社会主義と共産主義、1842年、中フランス共産主義に関する文章に告示している。マルクスは、この著作を大変な熱意で読んでいるが、 マルクス自身がここから直接にヒントを受けて、共産主義イコール幽霊としたと断言しているわけでない。しかし、宣言には、シュタインの著作に影響を受けた、共産主義者同盟幹部の職人革命家たちの政治的な意識や見知が反映されている。第一章は、これまでの社会のすべての歴史は、階級闘争の歴史であるという有名な章句で、始まり、ブルジョワジーの時代。 まだこの時はマルクスもエンゲルスも資本主義的生産様式という派を使っていないは生産と社会をどう変えてしまったかを述べ現代は生産力と生産関係の矛盾が激化した社会革命の時代であるとしてプロレタリアートという勢力がその革命を担うという内容を述べているまた一方では商人資本産業資本へと展開されるヨーロッパ各国の経済発展と その生産関係の変革を述べながら、ブルジョワ階級の政治的支配者としての台頭、そしてそれによる近代的大規制国家の確立、政治的意志の中央集権化の過程について述べている。賃金制による労働の本質の変貌、反動主義者も落胆する、世界市場の国の独自性を奪う、世界主義的質についても述べられる。さらに社会的諸関係の変化から、 一個の商品として現れる労働力の存在へと議論が発展していく。暴力によるブルジョワジーの転覆という内容もここに登場する。ここの論旨はプロレタリアートによって競争による孤立化の代わりに共同アッソジアチオンによる革命的団結を作り出すことにあると言える。第二章は共産主義者の運動の目的、性格づけが行われている。 正義者同盟をバブーフ的なものからマルクス的なものへ変えるという当初の狙いからすれば重要な意味を持つ箇所だった。特にあらゆる財庫を共有し完全平等を図るというバブーフ的な共産主義、そして今日でも広く共産主義はそういうものだと思われているを、そやな平等化、参照と批判し、所有一般の廃絶ではなく、ブルジョア的所有の廃止が目標化された。 ブルジョア的所有に対しては、先制的な侵害なくして、プロレタリアの支配は達成できないとし、例として、所得税の強力な累進課税、相続権の廃止、亡命貴族の財産没収、土地や銀行から工場などの国有化、生産手段の共有化、農業と工業の融合、児童労働の廃絶、無償の義務教育を挙げ、プロレタリアが、 支配階級として組織化された暁にはやがて自ら階級支配を廃止、国家権力も政治的性格を失うこと、そして一人一人の自由な発展がすべての人々の自由な発展の条件となる一つの共同体が現れるという見通しを述べた。第三章はさらに次の三つの節に分かれて構成されている。ここでは18世紀から19世紀にかけて、 ヨーロッパに存在した多様な社会主義的潮流をどう見るかという問題に当てられている。当時は社会主義、共産主義を名乗ることが流行のように行われていたので様々な流派が存在していた。その主な検討、批判の対象は第一節 C のドイツの新生社会主義であり、モーゼス・ヘスト・カール・グリューンが名指しで批判される。また、ショーブルジョア的社会主義、 第一説 B や空想的社会主義第三説ンイコールシモン、フーリエプルードン等についてその歴史的意義を積極的に示すとともにその限界が批判的に論じられる第四章は共産主義者ではない政治勢力に対する共産主義者の政治スタンスの取り方である一言で言えば共産主義者は至るところで現に存在する社会的 政治的状態に対する、どの革命運をも支持するとあるように、ブルジョワジーが中心の運動であってもそれが民主主義や社会発展にかなっていれば支持をすべきという立場を表明した。つまり、ドイツがブルジョワ革命の前夜にあるとした上で、共産主義者はドイツに対してプロレタリア革命ではなく、ブルジョワ革命を展望すべきとしているのである。末文は、共産主義者は、 自らの意図や心情を隠すことを軽蔑する。プロレタリアはこの革命において、テッサの他に失う何者をも持たない。彼らが獲得するものは世界である。万国の労働者、団結せよという有名な証句で閉じられる。本書は、マルクス主義の文献の中でも、最も後半に読まれていた文献の一つである。そして反対者。 批判者からこれを転居とする批判も数多く行われている。そのうちの最も多いものの一つが、共産主義者は、これまでの全ての社会秩序の暴力的転覆によってのみ、自分の目的が達せられることを公然と宣言するという助述への批判である。また、バブーフの在家共有性を批判したものの、生産手段と生活手段の区別がなく、 ブルジョア的所有の廃止というスローガンと並んで、私的所有の廃止という目標も掲げられていること、共産主義は、私有財産を取り上げるという批判の根拠になった。しかし当初には、宣言における、私有財産の廃止とはすなわち、ブルジョア的所有の廃止のことであるとする趣旨の内容が書かれている。マルキスト側からは、その全文には、共産主義者は、どこでも、 あらゆる国の民主主義政党との同盟と協調に努めると記されており、さらに暴力革命は当時の欧州の議会状況を反映したもであること、マルクスらは後年これらの見地を捨てたことなどが反駁として挙げられている。しかしながら当時の正義者同盟も共産主義者同盟も非民主的な方法で社会の変革を目指す一つの秘密結社であったので、 実際の方法論としてはマルクスもシャッパーやバイトリングも暴力革命の路線を一時的に制を取ったであろうことは推測される。なお最も明確に最後まで暴力革命路線を持ち続けた同盟関係者はバイトリングであった。共産党という言葉は現在では20世紀コミンテルン以来の特殊な政党のことを指すが19世紀のマルクスの 生きた時代の文脈においては、様々な思想的傾向の人々で構成される、労働者党は存在だが、共産主義者だけで構成される、いわゆる共産党という政党は存在しなかった。1848年2月までロンドンに存在した共産主義者同盟は、後の社会民主主義勢力のような近代的な議会政党でなく、当然20世紀的な国民政党でもなかった。 当時のそれは、議会ではなく直接行動によって、社会革命を起とする秘密結社であった。このため、現在ではこの文章を、共産党宣言、ではなく、共産主義者宣言、と呼ぶべきとする見解がある、石塚正秀、篠原敏明、大矢部隆介、金塚貞文ほか。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。